まあ今熱が出たら子どもにコロナなのかヘルパンギーナなのかわからないというぐらいどっちも今流行っているようなんですよね。どういう対策をしたらいいのかヘルパンギーナ流行ってるんですよね、はいはい、特に今年はということで、まあ、ヘルパンギーナなど夏風邪の特徴としてまず1つ目こちららが挙げられるんですアルコール消毒が効きにくいこちらに注意が必要ですので石鹸による手洗いが重要になってきます。はい ではなぜそもそも感染が広がったのかというところなんですがマスク着用などコロナ対策がヘルパンギーナにもしっかりと効いていった、まあ、これは大変良かったんですけれどもその3年間に夏風邪にかからなかった子どもが多く免疫力が低下してしまった、まあ、コロナ対策の緩和もあってこのタイミングで広がったと見られています。でははどうすればいいのか、えー、夏風は 飛沫や接触で感染するため対策としては咳などの症状がある場合はなるべくマスクを着用するそして手洗いをしっかりしてお子さんなど難しいと思うんですけれどもソーシャルディスタンスを今一度お願いしますということですさらに子どもだけではなく大人も注意が必要ですお子さんのおむつの交換など便から大人がかかってしまうというケースもありますのでまずはご家庭で手洗いなどをしっかりとして病院などにかからないといった対策も 必要となってきそうですね。うん、まあ、これもコロナの影響といえば影響なんでしょうけど、やっぱりマスクをしていたために。免疫が獲得できていなかった、はいはい、っていうことなんですね。落ちてる可能性があると思いますね。えー、それからやっぱり意外と、やっぱり手洗いじゃないですかね。僕アルコールがあんまり拒否反応が出るもんですから。えー、アルコールでむしろ結構手洗いを、トイレで必ず石鹸つけてこう、結構こまめに手手。徹底されてるんです、ね。徹底やって出すと、これはやっぱりコロナの時やって、これやっぱり意外とみんな忘れてる可能性はい、やっぱり。結構ね、目をこう、手で、電車の中で目を結構手でいじ。 てる人結構見るんであ、アルコールに慣れちゃってるから、ね、はい、少しだけいいかなって、はいで、キッチン手洗った方がいいと思いますけどね、石鹸、ね、つけてね、はい、はい、皆さんも手洗いお願いします。